どうも、孤独でーす。いや、今日も暑かった夕方の時間になりましたね。みんなのね、甘酸っぱい時間ですよ。甘酸っぱい時間ね、真夏のこの時間になると甘酸っぱい思い出がね、いっぱいあるんじゃないかなと思いますよ。この前ね、いつも見ていただいている村ちゃんからね、リクエストがありまして、の北上川沿いをね、チャリンコで走って夕日の撮影をしてくださいと、そういうご依頼があったんですね。きっとね、あの村ちゃん甘酸っぱい思い出があるんだろうねそして僕の動画を見てね、の思い出にしたろうと、懐かしもうという魂胆なんだろうなと思います。それでね、今日あの、一番僕が使い慣れてる EM1 ですよ、初代機。これにオールドレンズ 28mm の F3.5 をつけてきました。それで今日ね、結構あの雲がいっぱい出てるんで、あのカリッカリの夕日にならないと思うんですよ。ふわっとした夕日ね。あのだからね、あの甘酸っぱさを演出するのにちょうどいいなと思って、だから北上川を走ろうと思ったんですよ。でそれもこのソフトフィルターつけてきまして、これね、ソフトフィルター、あのメインのレンズにソフトフィルターつければいいんでしょうけどもね、高いんだ、結構何千円もするから。このオールドレンズ49なんでね、 49mm なんでね、これだとヤフオクで200円で売ってたから200円で買ってよで、うずいは、これで十分だからね。でこれで F11 ぐらいで絞って撮るかな、というところで、今日はまあ村ちゃんに向けて、それとその甘酸っぱい思いをね、引きずってる皆様に向けてね、世の中の、金曜戦士っていうのかな、僕の年代ってみんな金曜戦士でしょ、東京の方で頑張ってるこう甘酸っぱい、この岩手でね、甘酸っぱい思いをしたような、そういう昔のね、少年たちに向けて、少年少女だね、少年少女に向けてね、動画をお届けしたいと思います。それでは早速行ってまいりましょう。それでは旅の始まりはここ、北大橋でございます。北大橋、ここからスタートして南の方に下っていきますからね。村ちゃん見てくださいね大きな雲のところに火が入ってんだよ。あともうちょっと下がればね、ちょうど出るよ。その出方次第でね、あの甘酸っぱさを演出すると思うよ。アパートの影がいいね。このあれだね、標識いいね、通学路の標識ね。風があるんだね、今日ね。その分、あ、コカ・コーラ。この看板。いやー、この看板最高でしょう。あー、緊張。木村屋にやってる。しょっちゅう変わるね、ここ。このね、花道って美味しいって言ってるんだよね。後で来なきゃね。花道を下から行きますか。あ、これね。ね、これゴリラで、モンキー。このさ、この並木道も懐かしい人いるんじゃないの。よーし、この鉄橋なんですけどね、ちょっとこの草木が邪魔だな。バック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 。ああ、夕ヶ瀬橋もね、いい感じの火の入り方してるよ。
ありがとうございましょう。こんな歌あるかどうかは分かりませんけどもね。じゃあ撮りましょう。そして見上げれば橋一だね。朝日橋、いい感じじゃない、あの日の入り方。朝日橋をくぐると次は海運橋でございます。二度泣き橋でございますね。一度目はなんて偏僻なところに来てしまったって言って泣く橋、そして二度目はこの盛岡を立つと、他の地域に行かなければダメだと、盛岡にもっといてって言ってね泣く橋、そういう橋なんでございますね。いいね、この木とね、木の塩梅とあれとね、くれなじんでる海運橋くれなじんでる海運橋ね。もうちょっと近く行ってね、人が渡っている感じを撮りますかね。あれ、あのね、ムラちゃん、ここで途切れてるんですけどね。いやー、これどうすればいいんだ、おっさん。階段。いやー、盛岡市長さん頼むからさ、スロープぐらいつけてくんねえかダメかな。だってさ、そっと金かけて、あの、立派なあの、船着き場作ったでしょ。あれね、相当金かかったと思うよ。あー、あれ国王会館だよ、国王会館。いやいやいや、俺キュンキュン来たよ今、国王会館あれ座らねえばな。なんでキュンキュン来たかっていうとね、盛岡に来た時の就職詐欺、まあ、銀行なんだけど、その時のこう配属なる前に研修っていうのがあるんですよ。でその研修する会場が国宝会館だったんですよ。そして、まあ、研修あれ5時頃に終わるのかな。で飯食って風呂入るんだけど、あの最上階に風呂があるんですよ。で風呂に入りながらこう川を見るっていう、まあ、あれが最高だったんだよね。じゃあ今川沿いの自転車道に行きますよ。おお、ちょっとあれ撮らねえわ。まあ僕のマイブームさ、シャイニングスターが流れてるんですけどもうキュンキュンだよ、キュンキュンすいませんね、おっちゃんでね、うん、いやいいね、いやいい、本当にいい、気持ちいい、すがすがしい。また明日から頑張ろうっていう気になれますよ。まあ、頑張りたいんだけど暑すぎてね日中仕事になりません、本当に。いやー、こうやってその分夕日をいつも以上に楽しんでますね。こんなに夕日を楽しんだ年はないかもしれません。人生初かもしれませんね。いやー、明治橋もいいんじゃないですか。あれ最高じゃないですか。もういいんですけどね、北大橋からスタートしてるでしょ。だから南大橋まで行きますよ。夢の中で踊る
まもなく南大橋でございます。今日の終点でございます。今日の孤独の雪の旅はいかがでございましたでしょうか。あなたの心にグッと刺さる雪の手は取れたでしょうか。もし懐かしくて泣いていただければ幸いでございますなんちゃってねいやでも泣く人いるんだよね。いやー南大橋もすごいいい造形だよ。どうなのみんな、今年も盛岡に帰ってこれない人いっぱいいるんでしょ。これ見てどうすんのみんな。泣くでこれな、俺だったら泣くよ。プレゼントだね、プレゼント。ちょっとあっち側の歩道を渡ってから撮りましょうか。おいおい夕日さん、お前こんな綺麗な夕日見せていいのかっていうくらいの綺麗な夕日ですよ。それでは夕日何枚か撮って今日はこの前これくらいにしておきます。最後よろしくねー。